なんか、ちょっと世界任務の名前忘れた。ちょっとこれ、区切りがいいところで見てみようか。これどこに来たんだろう。なんか名前がないメデューシーヌと話してて、で、不思議な本のページだったっけ？不思議な本のページを、1、2、3集めて、で、その下りをやってると、ここに移動したと。多分、瞑想してたどり着いた世界みたいな。何の場所なんだろうね。秘境と啓示の書、カノティラを探す。解読が困難な本の秘密を調査するため、カノティラと行動を共にすることにした。あ、でも一応、あれなんだ。ミニマップに表示されてるね。あ、一応場所的には、このままなんだ。え、何もないの？こっち。ああ、いたいた。え？なんか光ってない。おお、びっくりした。モラ。こんなところで。これもちょっと待って、獣域ウェルプ出てくる可能性あるな。さっき獣域ウェルプがどうとか言ってたから、一応ココミさん入れとこうかな。ちょっと回復が追いつかんくなるとめんどくさいから。そうですね。今回の作戦は。育成途中だから弱いけど。ん？あ、こっちから行くんかな。あれ、ヒルチャールとかいる。天道万象。こんなところまで。あ、エリナス。もうこれ地名がエリナスだからな。なんかあるんだろうな。巨獣エリナスと戦うことになったりせんかな。なんか宝箱とかありそうやな。ここはなんだ？ギミック系かな？これ、一旦スルーで、宝箱出てくるのかな？ライデン将軍だったら、時間かかりすぎて、できないのかな、これ。多分これ、速さが大事っぽいよな。
まあ、いっか。ここちょっと覚えておいて、後で余裕があったら行くくらいで。多分これやらないと進めないなら、もうなんか進めないようになっとるじゃろ。見えたかい。これが数えきれない計算を経て、世界式が導き出した結果だ。僕たちが予見していた合計、サイカの後の壊滅、そしてスイートフラワーもミントも入らない世界。これが終末。どうにか信じられるかな。啓示の書にせよ、謎の鏡にせよ、それらを通じてここに来た人はこんな未来に向かわないよう力を貸してほしい。僕が言ったように唯一の方法は。なんか拾ったな。散らかってる本のページ。ああ、さっき読んだやつか。あ、不思議な本のページ、俺ちょいちょい拾ってるね。これ別のとこで使うんだろうけど。これ戻ってこれないかな。あのギミックが宝箱のやつなんだったら、でもあそこにもなんか挑戦あるんやな。戻ってこれないんかな、ここ。どこにおった今。あれか。あれに行けた。これなんかすごいとこに向かってんな。大丈夫これ。戻るんかな。あ、やばい、あ、さっきのところ、また戻れないんならギミックやっとけばよかったな。え、でも、まだ挑戦、いけない場所にあったから多分また入れるとは思うんだけど。
まあ、また入ることになるんだろうね。不思議な本のページもまだ続くからな。終わったか。あ、ワープポイントが解放された。あ、ここ、ん?ここに行けるようになったってことかな。あ、ワープできるね。なんか今他のページのも提出できそうだったけど今はやめとこう。また今度長くなっちゃうからな。今日この辺にしとこうかな。今これ不思議な本のページ4と9と13がたまたま手元にあるけど、これがあれだね、他に他の場所にも多分点在してて、で、それを見つけるたび、ここに多分持ってくればいいってことなんじゃな、なんだろうな。そんな気がする。どこだったか、この色がちょっと変わってるところ、ここかここかここなんだけど、獣域ウェルプ、あれ、ハウンドだったのかな?ハウンドとウェルプの違いがあまりよくわかってないんだけど、なんか魔法陣みたいなところがあって、んで、そこで戦って、手に入れたその宝箱、その中に入ってるみたいなので、不思議な本のページがね。あと、とてもあったかい場所だと思うんだけど、赤いやつ、光ってる。あれがあるところ、あれを壊して出てくる宝箱、その中にもあるみたいなんで、まあ、ちょっとどこにあるかわかんないっていう人は、それを見るといいかな。行ってみるといいかな。よし、というわけでこの辺にしときます。じゃあデイリーあるな。デイリー内容は。デイリーだけやっとこうか。お疲れ様です。デイリーだけやっとくわ。アーカイブ開けて。で終わろう。